はい、1度となりますね。はい、それでは、はい、こんにちは、マッツンツン TV です。今日はですね、2023年の12月23日、土曜日となりますね。時刻は12時15分となります。はい、私はですね、今からですね、髪の毛を切っていきたいと思います。見てください、この髪の毛。もうなんかね、長いでしょ、髪の毛。でも髪の毛が、まあ、こんな感じでね、ほら、ここまで来ててね、もう目が痛いね。でそれで今からですね、隣町までね、髪の毛を切りに行こうと思う。でそれでね、雪結構ね、まあ、今晴れてるんですけど、結構雪が積もった。でそれでいつもね、30分ほどで行けるんですけど、今日はですね、45分ちょっとね、45分前に出てね、まあ、1時に予約してあるんでね、現在12時15分、まあ、45分前に家まで出れば多分大丈夫だと思うんで、今からこの長い髪の毛をね、切っていきたいと思います。はい、それではですね、行ってみましょう。どうぞ。はい、このようにですね、路面の雪はですね、まあ、除雪車の関係もあって、まあ、アスファルトが見えてるんですが、まあ、やはりですね、この歩道の方がやはりこんな感じで雪が積もってますよ。ね、結構ね、雪はね、積もりましたね。はい。まあ、そう。道路はね、走りやすいですよ、とても。ね。いや、これね、ちょっと早く着くな、これ。もっと雪がね、ガタガタやと思ったけど、結構ね、除雪がしてあるわ。やはり富山県。ね、雪国は違う。ね、除雪が、もう完璧だ。ね。夜中のうちに除雪車が何台も走って、このようにね、道路がね、走りやすくなっていますね。はい。ただですね、田んぼ道とかそういうとこ入るとまたちょっとね、別になると思いますね。後からそういう道入ってみたいと思いますね。いいですね。やはりね、このようにね、太陽が出てると雪が反射して眩しいね。まあスキー場でもそうなんですがね、まあ、雪、この真っ白の雪が太陽に照らされると反射して、すごい雪がすごいね、やっぱり。ね、そう、このように田んぼの方に来ると、ね、やっぱりね、雪が。まあ、高校生がね、やっぱりね、ちょっと歩道大変だ、これは。ね、そう、まあ、車はいいけどね、車はいいんやけど、歩行者はね、やっぱりね、ちょっとかわいそうだな、これ。もうたまにね、高校生が車道とか歩いてるときあるわ。歩道が除雪されてなくて、ほら真っ白ですよ、ほら周りね。どうでしょうか、これがね、夜になると光に照らされて明るくなるんですよ。いつもこの暗いね、田んぼが雪で真っ白で、そうね。ね、わかるかな、これ雪ずらしてない車とかもうこんな感じになるわけですよね。え、そう、埋もれてるね、雪に。ねえ、こんな感じですよ。ねえ。いやー、雪国は大変だ、本当にね。はい。はい、どうでしょうか、見渡す限り。ね、田んぼで、わかるかな、真っ白。ほら、こっちも、こっちも、ほら。すごいでしょ。ほら、こっちも。ねえ、こんな感じですよ。ねえ、田んぼ道は。ねえ。そう。眩しいわ。こういう時はね、本当にね、サングラスがね、いるね、本当に。はい。ここからね、床屋の方に行きたいと思いますね。ちょっとこれ早く着くな、今日は。ね、大丈夫かな、これは。ね。ほら、真っ白だ、周りが。ね、すごいね。まあ、田舎道ってなんかいいよね、こんな感じで。はい。はい、現在の気温は2度となりますね。右側がですね、この高架橋が北陸新幹線となりますよ。北陸新幹線はとても雪に強いんで、どれだけ雪降っても止まることはめったにないですね。はい、すごいですよね。さすが北陸の雪国の新幹線だね。これが北陸新幹線ですよ。はい、今日はね、いい道だ、ドライブ日和だな、今日はね。いやー、しかしな、あれだ、ちょっと早く着きすぎたぞ、これ。13時に予約なんですが、現在12時35分。
さあどうやって時間を潰そう。困ったな、ちょっとここで撮影でもするか、ね、このね真っ白なね、すごいよほら周りが真っ白。どうだ、ちょっとここで撮影でもしてみるか。はい、ちょっと撮影してみようか。はい、それではですね、ちょっとここで時間潰しをしましょう。どれだけひどいのかね、見てみましょうか。ほらどうですか、これよこれね、ほらすごいでしょう。どうね、周り中一面ほら真っ白ね、田んぼね、田んぼの雪がね、ほらこんな感じなわけですよね。どうだね、雪国いいでしょ、雪国ね、関東とかじゃこんなの味わえないぞね。え、はい、こんな感じです、ほら雪ね、周りがほら、あ、眩しい、眩しいわね、こんな感じですよね、雪がね、そうほらね、え、真っ白だね。え、いや気温は今ね2度ぐらいだね。え、そう、いやこれね、雪だるまは作れるぞね。え、眩しいな、いやこれいい景色だわこれ、ほらねえ、なんかすごくないこれ、真っ白ねえ、すごいね。どうだ、わかります、伝わりますかね、この雪のほらねえ、大自然どうでしょうかねえ、ほら周り中がずっと雪でね、そうこんな感じですよ。はい、それではですね、私の髪の、この髪の毛ですよ、これをね今から、バッサリ切っていきたいと思います。多分2時間かかると思いますよね。え、あの1000円カットでね、短く坊主にするのもいいんですがね、前坊主にした時半年は持ったぞ、燃費良かったね。え、でも、うん、普通の美容院だったら、まあ、ちょっと長めに切るんで、2ヶ月持たないかな、2ヶ月。ね、1000円カットで坊主にしたらすごい燃費。でも、やっぱりね、やっつけだわ。ね、15分で終わる。でも今の美容院だと、ね、髪の毛カットして、顔剃り、そしてシャンプー、これでだいたい2時間。ね、これ長いなっていう人もいるかもしれんけど、ね、丁寧。ね、マッサージもしてくれるし、とてもね、お気に入りの美容師なんですよね。そう、隣の隣町まで来るくらい、ね、自分はね、結構気に入ってる。ね、うん、値段もね、そこまで高くない。4000はいかないわ、4000は。ね、本当にね、行くして回ってる。一人でやってる美容院ね。そう、今から行きたいと思います。はい。はい、髪の毛を切り終わりました。現在の時刻は14時55分。はい、予約をしたのが13時なんで、1時間55分ですね。それではちょっと見てみましょうか。それではですね、髪の毛見てみましょうか。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか？さっぱりしましたね。わかりますか？ちょっと外で見てみましょうか。ね。こんな感じで。おお、危ない、落ちたねえ、いや車脱輪仕掛けてるぞねえ、いやこんな感じになりましたよ、いい感じになりました。はいはい、それではですね、自宅の方に私は今から買いたいと思います。その前にですね、この前つけてたこれ、これ知ってますか、イルミネーション、ほら撮ったんすよねえ。うちの人が、これ邪魔だって。ねえ、家の中ピカ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 嫌だって言うから、これね、今から実家につけに行くことにした、もう実家。もう俺せっかくつけたのにこれ外してさ、もう、ねえ、いいわ。実家クリスマスモードしてくるわ。親にこれプレゼントだ、これ。弱ったな、せっかくつけたのにね。それではね、今から実家に取り付けていきたいと思います。またね、どうぞ。
はい、まあ、髪の毛がね、こんな感じになりましたよっていう動画となりました。まあ、さっぱりしましたよ。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。マツンツン TV でした。またね、ありがとう。皆さん、良いクリスマスをね、いっぱいケーキ食べましょう。ね、いっぱい物食べてシャンパン飲んで。それでは皆さんまたね、バイバイ。はい、実家に来ました。現在は2階。2階から、下に降りていくぞ。ほら、急階段。ここから、ね。はい。今度は地下に。今1階。次は地下に行ってみる。地下。ね、地下に行くぞ。ほら。つけた、ほら。ほら。ここは、はい。実家の地下室になります。地下室。はい。自分の家の地下室。はい、ここは地下室ですよ、地下室。ほら、自転車置いてあってね。地下室。実はここはね、夏はクーラーいらず。ほら、ピカピカ。ほら、ここコンクリートなんよ、ここ。ね、ここ地下室よ。ね。ほら、綺麗になった。どう？飾り付け。ほら。いいね、これね。綺麗になった。よかった。実家に持ってきたぞ。ね。はい、こんな感じとなりますね。はい。